皆さんこんにちは。マルチリンガル不動産のスマイルホームです。日本での暮らしはスマイルホームにお任せ。では早速中に入ってみましょう。本日は東京都代々木上原駅から徒歩3分のお部屋をご紹介。玄関にはシューズボックスがついており、隣のドアを開けるとトイレがあります。落ち着きのあるブルーの壁紙、そしてウォシュレット付きのトイレがあります。海外であまりウォシュレットを見かけないのは水質の違いにあることをご存知でしたか？ちょっと調べてみると面白いかもしれないですね。続いてキッチン。ちょうどいい収納スペースに IH コンロが2口ついています。換気扇も強弱が3段階もあるのでお料理にぴったりですね。そしてこの白いパネル、そう、キッチンからでもお湯張り、お湯だけが可能なんです。続いてバスルーム。広い洗濯機置き場の上にちょっとした物置がありました。洗剤を置いてもいいし、タオルなども置けそうですね。さらにさらに、独立洗面台にも引き出しだけでなく鏡裏にも収納がついていました。白とブラウンの壁が特徴的のバスルームは昇降式のシャワー付き。浴室暖房乾燥機がついているところもなかなか嬉しい条件。寒い冬の季節や雨の日でもお洗濯が楽々ですね。さて、それでは皆様が一番気になるリビングルームのご紹介です。安心のアルソックセキュリティのもと、オートロックと防犯カメラも完備している本日のお部屋は、なんとインターネットも無料なんです。リビングと寝室はスライド式のドアで仕切られており、自由に開け閉めができます。お部屋とお部屋をつないで一つの大きな空間として利用することもできるので開放感も抜群です。全お部屋にエアコンが完備してあり、寝室にはクローゼットがついています。シンプルだけどおしゃれな形をしたこちらのお部屋、大きさも一人暮らしにはとってもぴったりですね。お部屋にはコンセントもたくさんありますので、お気に入りの家電に囲まれた生活もいいかもしれないですよ。周りには緑も多く、徒歩10分圏内に公園やコンビニ、ドラッグストアやスーパーもありますので、初めての一人暮らしには優しい条件のお部屋なんです。今回ご紹介したお部屋についての詳細は下に貼ってあるリンクをタップしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 Your Home Smile Home。